僧兵のお仲間をお連れでありますな。粛清の件は自分も聞いております。技の伝承をお望みでありますか？よし、さっさと始めようぜ。しかしエルミオーネ殿、その鎧は。いいんだよ、これはわざとこのまんまにしてんだから。死んでいったあいつらのことを忘れねえようにな。戦友の方々でありますか。自分も戦友を何人も失いました。その気持ちよくわかります。いいから行くぜ。私はあいつらのためにも強くなりてえんだ。その息であります。ではマイルであります。そうでありますか。まあな、私もよくわかんねえけどよ。まあこれでまた一つ強くなったわけだ。エルミオーネ殿、強くなってお仲間の仇を討つのでありますか。いや、なんか話がややこしくなってきた。よくわからなくなっちまった。もう敵討ちとか横に置いといて、やらなきゃいけないことがあるって気がしてるぜ。そうでありますか。おそらくそれでいいのであります。かもな。誰だ？いや、待て。この間来た僧兵が言っていた連中か。未来から来たとか。はい。そうか。俺にはよくわからんが、アストリッド殿下もお認めになっていると聞く。おそらく本当に未来の人間なんだろう。今の俺にはどっちでもいいことだしな。あなたは第2師団第3級兵隊のロドリクだ。ロドリクさんはここで何を？セウジンの矢の話は聞いてきたんだろう。はい。簡単な話だ。テラスファルマを迎え撃った時、俺の隊は毒な戦果を上げられなかった。矢が満足に効かなくてな。だからあの矢は使い物にならんと上に報告した。そのせいでセウジンは随分荒れたそうだが、自業自得だと思っていた。思っていた？今は違うんですね。妙だな。ここから先は誰にも話したことがないのに、お前には話そうとしている。まさかこの俺が長い森暮らしで人恋しくなったのか、それともお前が何か特別なのか。さあ、僕には分かりませんけど。まあいい。しばらくして戦いは終わった。そして冷静に振り返る余裕ができると、何かが間違っている気がしてきたんだ。セウジンの矢は本当に失敗作だったのか、俺たちの方が彼の矢を使いこなせなかっただけじゃないのかとな。それで試している。誰の邪魔も入らないこの森でな。試しているってセウジンさんの矢を？戦いが終わってからずっとですか？セウジンの矢じゃない。彼の矢は残らず廃棄されてしまったし、今の彼にもう一度あの矢を作ってくれなどと頼めるわけがないからな。別の弓矢職人に頼み込んでそっくりに作らせた模造品だ。それでも徹底的に言い続ければ、本当に使えないのかどうかくらいは分かる。いや、もうほとんど分かりかけているが、もう少しで確証がつかめる。ロドリクさん、そっちも旧兵を連れているのか。狩人よ。まあどちらでもいい。一つ頼まれてくれないか。何を？そっちにもこの矢を使ってみてほしい。俺以外の旧兵ではどうなのか試したいんだ。俺の技を盗みたければ勝手に盗んで構わん。もともとそれが目的だったんだろう。否定はしないわ。わかった。協力する。交渉成立だな。この間の宗兵が言っていた粛清が云々とはこういうことだったのか。お前たちの用事はこれで済んでしまったことになるな。ロドリックさんがまだ迷っているならもう少しお手伝いしますよ。私も構わないわ。いや、もう十分だ。やはりセウジンの矢は使い方さえ間違わなければ十分な威力がある。俺以外の旧兵でも確認できた。どうやら俺は自分の失態を隠すために一人の弓矢職人の何もかも踏みにじってしまったようだ。わざとやったわけじゃないでしょ。それにまだ間に合うはずです。矢を居続けたのはそのためじゃないの。道場でも自分の罪悪感をごまかすためでもなくて、真実を語るんだっていう自信がまず自分の中に欲しかったんでしょ。お前たちそこまで見切られていたか。ああ、そうだ。俺はセウジンに会いに行く。行ってここで確信できたことを告げ、詫びを入れるつもりだ。許してもらおうとは思わんが、けじめはつけなければな。そうですね。お前たちとはここまでだ。そちらはそちらでうまくやれ。じゃあな。不器用な人ね。あんまり人のことは言えないけど。私に言ってるの？さあ、どうだろうね。ツオムジンさん、その人が弓矢職人の方ですか？メフィティス。メフィティスさんって言うんですね。はじめまして。メフィティスさん？喋れない。毒で喉やられて。そうなんですか。すみません。それは別にいい。毒の原料、温泉。取ってくる。メフィティス、毒や教える。温泉が毒の原料で、それを取ってきたらメフィティスさんが毒矢の技術を教えてくれるってことですか？そうか、粛清だったら喋れなくても教えてもらえるんだ。わかりました。取ってきます。温泉、毒いっぱい。あ、はい。心配してくれてありがとうございます。メフィティスさん、ツオムジンさん、これでいいですか？あ、合っている。よかった。でもどうしてこんな危ない材料を使ってまで毒矢を？昔から毒矢作らされてた。地虫で。この毒矢、テラスファルマにも効く。だから誰かが作る。それがたまたま彼女。そんな。気にすることない。約束。弓矢職人連れてくる。毒矢教える。メフティスさん、あなたの毒矢、私に伝えてくれる？正直言って、毒矢なんて趣味じゃないけど、テラスファルバに聞くなら、エリ好みなんてしていられないものね。何よこれ。工程がものすごく工夫されてる。作ってる途中で職人が毒にやられないように。それだけじゃない。矢自体も弓でいて命中しない限り毒が出ない構造になってる。一体どれだけ研究すればこんな完成度になるの？趣味じゃないなんて言ってごめんなさい。この矢はあなたの誇りと魂そのものなのね。この技術を身につけられたこと、私も誇りに思うわ。ありがとう、メフティスさん。ついに来よったか。うぬらが天の粛清じゃな。え？おばあさん、粛清のことを知ってるんですか？まあ、うぬらより多少はな。教えてください。なんじゃつかましい。今にも死にそうな年寄りを気軽に頼るでないわ。すみません。でも今にも死にそうには。なんぞ言うたか。いえ、何も。ふん、まあええ。うぬらは並の人間が持たぬ力をいくつも持っておるのじゃ。まずは己でやれるところまでやってみよ。年寄りを頼るのはそれからにするのじゃな。そうですね。わかりました。やってみます。なんともこしゃくな目をしよるわ。わしはユユドラヤ、ユガの呪術師ユユドラヤじゃ。覚えておくがええ。君たちは。そうか、オドの言っていた200年後の子孫たちだな。私がウフレットだ。オドの話だけでは半信半疑だったが、君たちのその服装を見て確信できたよ。君たちは間違いなく未来から来たのだとね。服ですか？ああ、まるでアイオニア聖公国の臣民ではないと主張しているかのような服ではないか。今そんな服を着ている者はどこにもいない。この先、神羅宮の支配に対抗する勢力が確立して初めて作られる服なのだろう。そんな風に意識したことありませんでした。それは君たちがアイオニアとは別の集団に帰属しているという認識を自然に持っている証だ。意識してきているうちはアイオニアへの帰属感覚が残っているのだよ。そういうものですか。ああ、私にとっては喜ぶべきことだな。私がこれからなそうとしていることが実を結ぶのだから。もっとも未来の君たちの目には今の私はひどく滑稽に映っているだろうがね。いえ、そんなことは。まあいい。さて、オドからは粛清云々という不明瞭な話も聞いているのだが、君たちの中に憲法家はいるか？うん、私が憲法家だ。ほう、なかなか鍛えているな。では手伝ってもらいたいことがある。この村の川を掃除したいのだ。はて、掃除とな。ああ、立ちの悪い怪物がよく現れるのでな。それを私と共に退治してもらう。怪物って？無論テラスファルマではないが、普通の村人にとっては非常に危険な生物だ。そいつらが最近好き勝手に暴れている。テラスファルマが現れなくなって喜んでいるのは人間だけではないということだな。なるほど、そやつらを掃除すればよいのか。本来こんなことは鋼の枝の仕事なのだが、ティオストリデにも軍の兵士はいなかっただろう。言われてみれば。南の第二師団は公妃アストリッド以下それなりに緊張感を保っているが、この辺りの第三師団はテラスファルマを撃退してからというもの完全に緩みきっている。民を守れない軍に何の価値があろう。これも私が新羅宮からの独立を目指す理由の一つなのだが、今はこの村の話だ。もし私の技の中にそちらの知らないものがあれば喜んで教えよう。いや、お互い粛清とかいうものだとしたら教えるまでもなく伝わるのだろう。それが報酬ということでどうだ？うん、承知した。協力に感謝する。なるほど、これが粛清官の力の継承か。うん、ウフレッド殿の技確かにもらい受けた。そうか、これで報酬は払ってしまったことになるな。よし、川掃除もこのくらいでいいだろう。ご苦労だった。本当にいいのか？我々ならまだ構わんぞ。いや、もう十分だ。それに君たちには君たちの時代で戦うべき敵がいるはずだ。その戦いに戻りたまえ。ウフレットさん。なんか俺の矢にケチつけた旧兵が来て謝っていったぜ。使いこなせば役に立つ矢だったのに悪かったって頭下げてよ。ふざけんな、今さら遅えんだよって言ってやったんだけどよ、許せねえならそれでもいいから弓矢職人を続けてくれと来やがった。100年200年後の子孫のためにいい矢を残してやってくれってよ。ロドリクさんがそんなことあんまり必死に頼みやがるからそれ以上怒れなくなっちまった。俺もお人よしだな。その子孫ってのお前らのことだろ。あの旧兵のおっさんがあそこまで思い切れたのもお前らのおかげだって言ってたぜ。いえ、僕たちはちょっと手伝っただけで。俺の矢の偽物を使ってだろ。そこはちょっとムカつくけどな。はあ、まああのおっさんは全部自分が悪いみたいに言ってくれたけどよ、俺の矢が何にも悪くなかったとは俺も思ってね。使いこなすのに時間がかかるってのは立派な欠点だ。そこは改良しねえとな。それじゃあおや残してやら、俺の渾身の力作をな。すぐってわけにはいかねえが何年かかっても完成させてみせる。サウジンあたりもこれから研究して結果は石に書いて残すって言ってんだろ。俺もそうするからよ、楽しみに待ってな。ってお前らは待たなくても100年後にでも行きゃすぐ結果が分かるんだよな。なんか変な感じだな。そうですね。石板見せて見せて。へえ、これはちょっとすごいかも。エイフィルさん、あらら、ああ全部わかっちゃった。今回は余計なお世話だったわね。この石板の説明すごく分かりやすいから自力で何とかしてみたかったんだけど。そうなんですか？ええ、セウジンって人、実はすごい努力家で負けず嫌いで几帳面なんでしょうね。この石板にも矢にも性格が出てるわ。一度お前の矢は役に立たないって言われたのがきっとものすごく悔しかったのよ。それで力の限りに頑張ってこれを残してくれたんだわ。僕もそう思います。落ち着いたかい？はい、ありがとうございます。そうならよかった。ちょうどお客さんが来たみたいだしね。あら、あなた方はセウジンさんがおっしゃっていた方々ですね。不思議だな。普通なら200年先の未来から来たなんてとても信じられないはずなんだけど、君たちを見ていると嘘だという気がしないよ。本当にそうですね。そう言ってもらえると助かります。申し遅れました。私、魔石職人のラクイラと申します。あちらの方は通りすがりの音楽家だよ。名前はクレイよ。通りすがりっていや、本当にたまたま通りがかっただけなんだ。でもそこのご婦人がひどく沈んだ顔をしていたものだからね。僕の曲で少しでも気分を楽にしてもらえたらと思ってささやかな演奏会を催していたところなのさ。本当にありがたいことです。私なんかのために。ほら、またそんなことを言う。私なんかなんていうものじゃないよ。 いいえ、私なんか。あの戦いのせいで苦しんでいる人がいるってセウジンさんに聞いたんですけど、どうしたんですか？私は自分の浅ましさに耐えられないんです。だって安全なところで石を作っていただけの私なんかがのうのうと生き延びて、その石を使って戦ってくれた人たちが大勢亡くなったなんて。そんなことあっていいんでしょうか？でも魔術師と魔石職人はそういうものでしょう。魔術師だけじゃない。僕たち剣士は鍛冶屋に剣を鍛えてもらいますけど、彼らが安全なところで楽をしてるなんて思いません。そうやって後ろで支えてくれる人がいるから戦えるんです。それだけじゃないんです。私の罪はそんな普通のことだけじゃ。どういうことです？もう私なんかに構わないでください。私にはそんな人様から気にしてもらうような資格はないんです。やれやれ。僕の演奏は聞いてなかったらしい。さて、どうしたものかな。おや、来られましたな。いらっしゃい、未来からのお客様。クレヨンから話は聞いているわ。200年後にこんな可愛い子たちが生まれるのなら、私たちも戦った甲斐があったわね。200年先もこんな若者まで戦わねばならぬのは良かったとばかりも言えぬと存じますが。老子ったらまたわざわざ悪く解釈しなくてもいいじゃない。これは性分でございますゆえ。ごめんなさいね。私はレーテ、こう見えても魔術師よ。あっちのおじいちゃんはニクンバさん、私は老子って呼んでるわ。ヤツガレは一介の呪石職人、人の死などと呼ばれる器ではございませぬがな。だって老子って感じなんだもの。それで魔石職人さんがすごく気に病んでるんですって。ああ、はい。ここに来れば理由がわかるって言われてきたんですけど。そう、老子お願いできるかしら。ご自分のことでございましょうに。自分のことだからうまく説明できる自信がないのよ。またそのようなことを。仕方がございませぬな。ではお客人、ディファイアントというものをご存知でありましょうや。リファイアント？初めて聞く言葉ですけど。強大なる魔術の力によって作り変えられた人を指す言葉でございます。魔術で人を作り変える？そんなことできるんですか？もはや失われた秘術でございますが、アイオニア建国当時は盛んに行われました。頑強な肉体や強大な魔力を得んと望み、斧が体を差し出す者が絶えなんだそうでございます。すべてはいずれ必ず現れるテラスファルマと戦うため。そこまでして。中でも魔力を強化されたディファイアントはかなりの数に上ったとか。施術が簡単な上、寿命が延びるという副作用もあって志願者が多かったのでございますが、かように不自然な作為が良い結果だけをもたらすはずもなし。魔力を強化されたリファイアントは強力な魔術を扱う代償に斧が命をすり減らすのでございます。それでもテラスファルマが現れた時、彼らは魔術を持って勇敢に戦いました。そして命の火を燃やし尽くし、次々と倒れていったのでございます。そちらのレーテ城はその最後の生き残りでいらっしゃる。あっ、驚いた？魔石職人の方の罪悪感は、つまりここに由来するのでございましょう。魔術を使えば命が尽きると分かっている者に魔石を与え続けた、すなわち間接的に殺したも同じと。そういうことなんですか。気にすることはないのにね。私たちは望んでリファイアントになったのだし、こんな若い姿のままで長生きもできたわ。むしろ恵まれてるくらいよ。命がけでテラスファルマと戦ったのも、命を落としてしまったのも、私たちだけじゃないんだもの。その魔石職人さんにそう伝えてくれる？はい。申し訳ありません。申し訳ありません。申し訳ありません。だからもういいのよ。気にすることなんかないんだから。いいえ、いいえ、よくなんかありません。戦いの間は仕方がないんだと。みんなが生き残るために私にできるのは魔石を作ることだけなんだと。そう、自分をごまかしていました。リファイアントの方々はその魔石を使うことで命を削ると知っていたのに。こんな私なんかが生き延びてしまって、本当になんてお詫びしていいか。あ、ラクイラさん、どうしてわからないんですか。魔石がリファイアントを殺したんじゃない。魔石職人が魔石を作ってくれたから、リファイアントも他の魔術師も戦えたんです。魔術師と魔石職人だけじゃありません。たくさんの人がそれぞれ方法は違っても精一杯頑張って、そうしてみんなが力を合わせたから、この世界は今も続いているんでしょう。ラクイラさんはそれが間違いだったって言ってるんですよ。お若いのに立派な御仁でございますな。まさにその通り。失礼ながらご婦人、あなたのおっしゃりようは、あの戦いに臨んだ者すべてに対する侮辱でございましょう。私はそんなつもりじゃ。分かっているわ。だからもういいの。もう気にしなくていいから。辛くて苦しい戦いは終わったんだもの。これからは楽しまなくちゃ。私も仲間たちもそうしてくれるのが一番嬉しいわ。レーテさん、ごめんなさい。ごめんなさい。違いますよ、ラクイラさん。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この間はいい年をしてお恥ずかしいところをお見せしてしまいましたね。おかげさまで私も目が覚めました。まだすっかり吹っ切れたとは言えませんけど、うつむいてばかりいるのはやめようと思います。またあなたに怒られてしまいますものね。あの時は失礼しました。いいんですよ。皆さんは200年後の世界で戦っていらっしゃるんですから、私の言い草はさぞ腹立たしかったでしょう。お詫びというわけではありませんけど、私も一応は魔石職人です。お仲間の魔石職人の方に何かご協力できるかもしれません。粛清とかいうものだったら一瞬で知識や経験を伝えることもできると聞いています。私なんかが粛清なわけないと思いますけど。あら嫌だ、私なんかってまた言ってしまいましたね。気をつけないと。なんかすげえ魔石の作り方知らね？知ってたら教えてくれよ。俺も魔石職人だから。魔石職人？あなたが？なんだよ、魔石職人に見えねえってのかよ。失礼ですけどまったく。本当に失礼だな。おいジーノは魔石職人ですよ。僕の幼なじみですからよく知ってます。まああなたのお友達ですか。じゃあ間違いありませんね。なんだこの扱いの差は。それじゃあどうしましょうか。私の知っている魔石の中にあなたの知らないものがあればいいんですけど。私も粛清だったの？ばあちゃん、ありがとな。いいえ、私なんかでも役に立ったんですね。その、私なんかってのやめろよ。感じ悪いぜ。あらあら。そうでしたね。ありがとう。ジーノ君。曲できたって本当？聞かせて聞かせて。やあ、いらっしゃい。もちろん、じゃあ早速。どういたしまして。何かな。今の曲って前にラクイラさんに弾いてあげてた曲ですよね。いや、そんなことないよ。新曲だよ、新曲。いや、でも新曲だよ、新曲。